リンゴルフには最近伝統の食レポというコーナーがありまして、そう、はい、ちょっと緊張すると思いますので、先輩のあゆちゃんから、こんな感じですよってことを言ってくれると思います、食べさせてくれる。これバイキング難しくないですか？初ですね。初ですね。初だね。いただきます。でなんとバイキングに担々麺あったんですよ。なんで恒例の担々麺好きなの？担々麺好きで、一番最初に頼んだらそっからなんか続いちゃって、いただきます。あっさりしてる。ごまごましくない担々麺。ごまごましくない。あっさりしてるのとごまごましい担々麺めっちゃ分かれる。あ、そう。そう、ゴルフ場によって。ちょっと通になってきてるけど、しゃべり方。辛いのもあるよね。結構スパイシーな。ローストビーフ。めっちゃ美味しいです。いただきます。さすがっす。さすがっす。じゃあ、結構いっぱい取っちゃったんですけど、ブリ大根。ブリ大根。はい。あ、やばい。あ、めっちゃ味染みてる。やばい。すごい味染みてて美味しいです。大根好きなんですよ。学校にも大根で、おつまみも好きだ。おつまみじゃない、こういう漬物系好きなんで。あ、うまっ。出しった。天ぷらいきます。目の前で揚げてくれてましたね。はい、これ何の天ぷら？シシャモかな。ちっちゃい大根おろしに天つゆ。温かくて美味しいです。食レポになってない。じゃあ担々麺をいってみます。いいね、かぶせに来たよ。本当だ。あんま辛くないね。うん、これにラー油足してもいいぐらいです。なんか最近辛いの好きなので、そんな食べれないんですけど、結構辛いのが美味しいと思えるようになってきた。最近。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ後半は新しいドライバーを打っていただきます。はい、寒いですね。寒いです。風も出てきました。はい、お願いします。ケーキ食べました？チョコ美味しかった。チョコケーキ。おチーズケーキも美味しかったね。2020年の第一戦はどこですか？オーストラリアのでやるビッグオープンってやつです。ビッグオープン、はい、VIC ビッグオープン。ビッグ。え、オーストラリアって秋か。そしたら季節逆ですもんね。はい、うん、これ落ち葉やばいね。うん、2月です。2月の6日初戦スタート。頑張んないと。なんていうんですか、 LPGA の皆さんは大体勢ぞろいで来るんですか？いや、オーストラリアは少ないですね、わりかし。なんか1月にフロリダであるんですけど、はい、みんなそれ出て、次はタイからみんな出ます。なんかあったかいところ。タイはいつですか？どこもあったかいんですけど、はい、
タイは2月の3週目だけど、私は多分出られるかまだ分かんない状況なので。うーん、出れたら出るって感じですか。はい、そうです。浮き場所あったり出ますか。行きましょう。伸びた。乗った。もうなしょう。五番？五番です。190。はい。飛ぶね。飛びますね。ね、はい。飛びますね。飛びますよね。はい。全部このシリーズめっちゃ飛びます。フェアウェイウッドでもやっぱりなんか違います、構えた感じ。フェアウェイウッドも全然違いますね。うん、全然ドライバーみたいな。7メートルくらいあるんじゃないですか。ありますよね。おお。どう？このバカ。これめちゃくちゃいい。ナイスパー。まだ1打目ですね、はい、ちょっとこれは外れたらパターの手に。うん、ナイスパー。腕が良かったってこと。あ、入ってもパターのせいにならないんだ。パターのおかげで入りました。でも分かんない、どうなんだろう。なんか違います、まあ、明らかにこれとは違いますけど。なんか打った感じも、まあフェースも違うんで、ちょっともうちょっと打って様子を見てみます。うん。音が強いと難しいですね。うん。終わりましょう。体のメンテナンス。あ、自分のクラブ持ってきちゃった。あ、じゃあ比較してみたらいいじゃん、ちょうど。お、久しぶりに自分のクラブを持ったぞ。ヨネックスのクラブの方がいいんじゃないか。忘れたぞ。こういうアゲンストの時って何か気にすることあるんですか。アゲンストの時、はい、まあ、一番距離ですけど、うん、まあ、一番高く上がらないように。あ、上がると、なんかなんだかんだでいいとこ来てますよね、はい、場所ね。でも距離も風もめちゃくちゃ厳しい。向こうに133。おお、上がった。
バー来た。よかった。でもちゃんと今はいい感じ。Oh.